お元気様です。クレイジーシューズの平です、本日はですね、タイトルにあるようにまず共通テストの問題っていうのは東大とかの問題より難しいですよと、難しいのは出ますよと、全部が難しいってわけじゃないんですよ。全部が難しいってことはないけど、今年はですね2年目なので、東大の問題よりもどんどん難しいの出していいぞみたいな風になってますから、もう全部東大よりも難しいっていうこともありえますけれども、ないと思いますけどね。そこまではですね、そこまではないですけども、もう例年ですね、センター試験の時からもう一次試験というのには東大京大総計上智そういった問題よりも難しい問題が出てきます。はい、ということでそれが1点目ですね。じゃあどうするのっていうことがですねあります。で、2つ目が前回明治大学に合格したんだけれども福岡大学に落ちましたよというふうな生徒の話をしたと思います。だからこのポイントとしてですね、共通テストの対策でもあるし、私立大学対策でもあるんですけども、この大事な点ですね、思考系問題と暗記系問題、もう今もう皆さんも過去問とかですね、対策問題の真っ盛りだと思いますから、そこをちょっとしっかり整理整頓しとってもらおうかなというふうに思います。はい、ということでポイント2つですね。はい、1つ目ですけども、例えば共通テストの難しいやつといえば、共通テストというか今までの共通テスト前ですね、センター試験の難しかったところはっていうと、数学と国語と生物、この3つですね。はい、ということで生物に関して、遺伝のところですね、遺伝の問題っていうのは日本で3番目に難しいと、東大京大の問題よりも遺伝の問題が難しいと言われてましたね。はい、ということで、なんだろうな、一番難しい遺伝の問題は北海道大学、2番目が東京理科大学で、3番目がセンター試験の生物の遺伝ということでですね、そういうふうな状況だったわけですよ、昔はですね。でもそれ2000年に入ってから割と優しくなったじゃないというふうに皆さん思うかもしれませんけれども、2000年代に入ってからですね、おぼかたさんがスタッフ細胞で、大失敗したというのがありましたね。あの時に反省をして、もうめちゃくちゃ生物の問題難しいのを出してきました。はい、ということであれ取れなかったですね。ああいうふうなことがありますので、今回は共通テストに変わりましたから、もうめちゃくちゃ難しい問題を出していいですよというふうになりましたので、もう今回はですね、数学と国語と生物の作成員の人たちというのはめちゃくちゃ難しい問題を出してくると思います。はい、で数学なんかも2012年の1月に行われたセンター試験の数学の 2B の大問1番の小問群のところに京都大学の過去問で出された問題をさらに難しくした問題が出されてましたね。はい、ということで、サインシータイコール、コサインアルファみたいな問題が出してあったわけですよ。で、そうするとですね、京都大学に出されていた問題っていうのはちょっと私も忘れたんですけども、サインシータイコールコサインアルファみたいな、サインシータイコールコサインアルファ、サインシータイコールサインアルファとかですね、コサインシータイコール、コサインアルファみたいな問題で、最初からですね、もうサインイコールサイン、コサインイコールコサインというふうにしてあったから、シータイコールアルファというふうにやるだけでよかったんですよ。ところがこの問題っていうのが、京都大学に出されたその問題と違って、サインシータイコールコサインアルファみたいな形でですね、サインイコールコサインって書いてあるわけですね。だから一回まずサインをコサインにするか、あるいはコサインをサインにするか、どっちで解いてもいいんですけれども、そうやらなくちゃいけないわけですよ。あれこれどっかで解いた覚えはなと思ったら、あ、京都大学の過去問だと、京都大学を受けた、京都大学を受けるような生徒でも全然解けなかったっていう問題なのに、それをさらに輪をかけて難しくしてるんですね。だから全国で誰も解けてないわけですよいうふうなのが、しかも最初の大問1番の小問群に出てくるんで、もう大問1番の小問群にしたら誰だって解けるような問題っていうふうにみんな思いますよね。でも解けないということですね。はい、で2014年の1月に行われたセンター試験の国語ですね、あの時なんかはもう全国で満点取れた人が一人もいなかったっていうのがありますね。はい、奈良とか海星とかああいうふうなところの生徒たちでも満点取れなかったっていうぐらいめちゃくちゃ難しい問題で、うちから東京大学の文理に受かった附設高校の生徒でも古文は50点満点で32点、漢文は50点満点で38点とかですね、もう全然デタラメに取れないと、そういう古文や漢文のスペシャリストみたいな東大受験生のですね、東大文系受験生の
戸建てでも全然歯が立たないというような問題だったのでですね、もうこういうのも捨てていくしかないということですね。だからそこら辺で、まあ、どういうふうに考えるかっていうのがその2番目です、今日のですね。はい、思考系問題と暗記系問題ということで、例えばさっきの古文とかに関しても50点満点で20点っていうのは、最初の20点部分っていうのは結構暗記問題なので、割り割り解けるはずなんですよ。だから誰でも20点は取れるわけですよ。ところがその東大に受かった子でも32点しか取れなかったっていうことは、もうそこから先の思考系問題ですね、文章読解とかそういうような思考系問題になってくると途端に解けなくなるわけですね。ということで、まず暗記系の問題をしっかり解いていくっていうことが大事です。はい、だから科学とかでもその理論科学ばっかりやってるような子たちいますけども、有機化学とか無機化学とかそういう詰め込み暗記からちゃんとやっといてね、皆さんそのうちが進めている科学のね参考書なんかでも前からずっと順番に解いていくと、最後のところの構文子のところがもう暗記が間に合わないまま、もう共通テスト当日になっちゃって、もう構文子は全然暗記してない状態でテストに参加してですね、そこ丸々点数を落としちゃったとかいうような感じでなっている子たちが結構いるもんですから、あんまり理論科学とかですね、そういう思考系ばっかりやってないで、ちゃんとまず暗記を終わらしときましょうねっていうことですね。まだ終わってないっていう子たちもいますからね。はい、でここに関してですけれども、結局のところですね、前の動画で、直前の動画で明治大学が当時優しかったですよってなことですね。はい、だからそういうふうに、まあ、明治大学とか早稲田大学っていうのは当時ですね、暗記系の問題ばっかり英語で出していたわけですよ。思考系の問題出していなかったので、とても優しかったんですね。優しかったっちゅうても偏差値70、偏差値80ないと解けませんけどね。詰め込み暗記の偏差値70、偏差値80という問題なわけですね。はい、だけどそこが違うわけですよ。結構今皆さんですね、つまずいてたりするのはこの暗記系問題、まあ真剣模試とかね、ああいう河合塾の前頭模試とか、ああいう形で暗記系ばっかりやっていって偏差値が60代です、70代です、80代ですとかいうような感じですね、自分はできますとかいうような感じでやっているけれども、実際のところそういう問題やってみたらもう思考系問題ばっかりで引っかかってですね、そんだけ力があるのに偏差値があるのに解けないってことがありますから、やってみることです。やってみて、自分なりにやってみて、それで、あ、なんか解けないなっていうようなことであればね、それはもうそういう大学を選ばないっていうようなことも一つ大事なところであります。で、共通テストだったらそういう問題は捨てるとかいうふうなことも大事だったりします。やってみても解けないという問題ありますからね。ではもう偏差値っていうのはどっちかっていうと暗記系のね、どれだけ詰め込み暗記してますかっていうのが表現されているようなものだったりするので、思考系の問題とは違うんですね。思考系の問題っていうのはやっぱり偏差値がどれだけ高くても、ただの詰め込み暗記では歯が立たないっていうものもありますからね。だからそこら辺で自分が歯が立つか歯が立たないかっていうのをちゃんと共通テストの過去問とか、あるいは私立大学の過去問とかでチェックをするっていうことですね。で、これちょっとダメだなと、明生立法中カンカン同率とかですね、総計上智とか、ああいうような形でやっていった時に、やっぱり自分なりに全然歯が立たないっていうふうな問題があったりすると思います。だからそういう大学は避けて通るとかですね、そういう大学は受験しないとかいうふうにするとか、あるいは共通テストとかの問題で、ね、あるいはそういう私立大学の問題で、そういう問題は捨ててかかると。その代わり絶対に暗記問題では落とさないようにすると。さっきの古文とかで、ね、確実に20点は取れるようにしておくとかですね。とか、あるいはそういう科学の詰め込み暗記でね、有機化学や無機化学で完璧に全部詰め込み暗記はしておくと。ね、構文子は覚えてないとか、それで毎年いるんですよ。うん、だからもう英単語とかしっかり覚えておくとかですね、ちゃんと長文読解とかで使えるような英単語は最低限覚えておくとか、とにかく覚えることでなんとかクリアできるっていう問題が一部分出ますから、そこら辺で確実に取っていくと。だからうちなんか結構ですね、古文が苦手な子たちが多いわけですよ。そうすると50点満点でその20点が取れないっていう子たちが結構いるわけですよね。20点取れるか取れないかっていうのは結局詰め込み暗記をやってるかやってないかですから。うん。だから生物なんかでも、これから出てくる問題っていうのは実験ばっかりですよね。文章題がドバーッと出てきて、実験の問題がバーッと出てきて、ひたすら読まなくちゃいけないと。読んで読まないといけないから、まあ、そういう参考書とか問題集で覚えるような1対1に対応してるような、そういうやつじゃないですよねっていうことですね。はい。そういう1対1じゃなくて、文章を読んで、ちゃんと読解力が必要な問題が出てくるっていうようなこともありますから、思考力が非常に問われますというところで、その思考力の問題を、
取りに行くのか、それとも捨てるのか、そこをもうはっきりと今決めないといけません。だから何点取るっていうようなことですね。いや満点取らなくちゃとかいう感じでね、そんな高校受験みたいな感覚で満点取らなくちゃじゃないですから、もう東大とか京大の問題より難しい問題がボンボン出てきますからね、そういうところはもう捨てないといけないっていうところがあるんですよ。だから私がその東進遠征備校を九州一番最初の校舎を担当した時なんかは、そういう形でですね、こう授業をね、東進の授業とかを聞いていると、生物の先生なんかがね、センター試験の生物の問題っていうのは、東大京大の問題より難しいぞっていうようなことでですね、遺伝の問題難しいぞっていうことで、おいお前らもう遺伝とか捨てとけよってな感じでですね、最初からもう捨てさせておりました。そういう時はですね、そうすると高得点が取れるわけですよ。もうそれ以外のところに集中するっていう感じですね、やっていましたからね。そういうことが大事です。はい、ということで思考系の問題、捨てるのかどうか、詰め込み暗記のところっていうのはもうパーフェクトにできないといけませんから、きちんと詰め込み暗記はやっておくっていうことですね。東大とか京大の問題よりも難しい問題、総計上智の問題より難しい問題が共通テストでは出てきますよと。そして、いろんなそういう大学を受けるときに、この大学は思考系の英語の問題、思考系の数学の問題ばっかり出るからちょっとやばいなとかですね、もう私立大学の数学ってどっちかちょっと暗記系が多いですから、私立大学の数学は割とね、楽勝なんですよ。ところが、まあ、そういう偏差値がね、真剣模試とかで偏差値70、80したら結構いけるんですよ。でも共通テストとか国立大学二次試験とかの数学の問題って結構思考系問題が多いですから、そういうチャートとかを詰め込み暗記とかしただけではちょっと歯が立たないっていうのがありますので、ちゃんと問題演習やっとかないといかんですよね。予想問題とかをやっていると思いますけどね。はい、ということでしっかりとそこはやっといてください。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号などありますのでよろしくお願いします。はい、ということで以上です。